要打这个人。好，来打真本能事，我要离手机近一点，这样子才要离手机近一点，我要离手机近一点。啊，也没差啦，但是他真本能事基本上。可以用谁？而且他的章节难度是满的耶 ，Why？ 困难好了，我觉得困难。先看过场，我看一下怎样可以达到一个更好的效果。然后又不至于让手机倒掉。半島を拡大した。さらに信長の台頭を嫌う足利将軍家を封じ追放。盛況を誇る武田や上杉にも勝利し、天下に王手をかける。信長は最後の障壁となる毛利家との対決を控え、本能寺にて援軍編成の指揮を執っていた。そんな折、驚くべき法がもたらされる。等一下，我要重看一次，因为我都在调架子。这个目前都一样啊。誰ぞ謀反でも起こした。谁谋反？いえ、それが敵勢を率いて。哇靠！包围网哎，这牛。我觉得包围网这个可以有。包围网早该有了。みんなもうこの世の人ではないわ。公三小。信玄、謙信、義元が読みから参り。逐渐科幻呢。この信長を滅ぼさんとするか。逐渐科幻呢。是非に及ばずだ。亡者ども返り討ちにせねばならぬ。逐渐科幻。弥助、急ぎ十兵衛に使いを出せ。报告，石兵卫也在谋反之列。面白いことになった。报告，石兵卫也谋反了，谢谢。信长迷住农机，我想重看一次那个过场。信长迷住农机。今日はいかがなさいますか？但是我还有功勋可以给 Yasuke 吗？不够啊，他等级那么高。三代友，我要重看一次那个过场，因为我刚刚在调架子，我根本没看到。可以带。我觉得这样好了，带一剑跟剑二，然后团三，这样，因为我觉得除非要打任务，不然不太会用到那个无双极意的书。またいつでもどうぞ。我再看一次那个过场，他那个不行啊 ，Yasuke 打困难这个等级啊，应该可以啦，我觉得可以，不要打地狱都行。打普通对他来说会太简单。Yasuke呢？我再看一次。有幸被破った信長は、盟友の家康や長政の協力を得て上洛を果たし。哦，对，因为这个
这一条线长政是活着的，没有错，这是真的。足利将軍家を京より追放。盛況を誇る武田や上杉にも勝利し。我的谦逊，你不要这样。信長は最後の障壁となる毛利家との対決を控え。哦，所以这个时候毛利元就已经死了，当家是小早川龙井。然后最好笑的是，因为小早川龙井他被过继到小早川，所以他根本就不姓毛利。我觉得这点最好笑。元春也是啊，元春姓吉川，他们毛利家三兄弟，毛利辉元、吉川元春、小早川龙井三个人里面。只有一个姓毛利，两个都不姓毛利。それが敵勢を率いているのは今川義元、武田信玄、上杉謙信とのことです。どういうこと？皆もうこの世の人ではないわ。信玄、謙信、義元が黄泉から舞い戻って、黄泉から信長を滅ぼさんとするか。是非に及ばずだ。亡者どもを返り討ちにせねばならん。弥助、急ぎ十兵衛に使いを出せ。陛下何故謀反？面白いことになったわね。这一关会选带农机的人，不是农机的等级很高，就是我不知道，我就带迷住了。啊，没关系啊，先打困难，打地狱有时候会挂掉啊。我是刚拿大炮，打地狱有时候会挂掉呢。地狱不就自我折磨那种？我还以为他是一个 main character 加一个 partner， 所以可以带 Yasuke。我看一下地图。北条哎、欸。这一代根本就没有讲北条，然后还有北条。谦信哎！幸好我只有选困难，选地狱立刻挂掉，太可怕了。太可怕了！要求我，要求。亡者相手の戦で、お前を死なせたりはせぬ。说谁死了？あなたの強さを信じているのよ。隔住了，不行！跑！哦，我天哪！天哪！我的天哪！妖修哥，天信来了！妖修，我会死掉！救命！这关也太难了吧！我会死掉，真的。可是不行！我闪技还没恢复，回廊哎、欸，我觉得本能寺的地图熟的跟好像在我家一样。被追了，这关太难了。
とも止められぬと知る。又跑回来了。他那个正太子队长必须死。敵に情けはかけぬ。情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。信長様、お見事です。信長様、お見事です。千信在那边。止められぬと知る。我闪技还有一格，哎，千信杀过来了，不行，我等不了了。我本来是想等闪技回一格再说的，但是现在也不能了，赶快把药吃一吃，这关太难了。我还没选地狱嘞，选地狱这打得下去一条鬼。霸道。他之后还会再出来，我看不重算了，因为打千信的关系，我看不重算了，没关系，又杀过来。敌将，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 哎呦呀！先砍两下。被隔住了，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 被隔住了啊！飞了，飞了，飞了，飞了！信玄来了。ブルは何だか。あなたの輝き、何よりまばゆい。下马了，下马了，下马了。combo 重算了，我去吃个饭，你别阻拦我。继续，他在蓄力啊！我药吃差不多了。这本能四就是要四大天王全部都出来打一遍吗？他们暂时撤退之后，还会再出来啊？还有个问号。不行，我闪都还没回。被隔住了。他有蓄力。久々の戦は応えるの。しばし休むぞ。你们去吧。但是比较不好的是，我方的主将。吉本様のお下知に従い、この寺を制圧し信長を討つのだ。我方的主将正在被殴打，龙姬。さて、戦はどう？これはしばし。急无常招打死。敵に情けはかけぬ。悔しいが、ここまでか。急げ。太原雪灾。急げ。急げ。
不人性。哎，等等，太原雪灾，太原雪灾不是信长太老师吗？太原雪灾是，哎，不对，太原雪灾是家康的老师。やはり信長はうつけのままよ。このまま寺を制圧するぞ。太原雪灾耶，这都有。次々とこのままではいずれ押し負けそう。蛮夸张的啊。状況は一体。信長大事ないか。我らも加勢する。ようやく十兵衛が来た。結構勢で動いては危うい。援軍と合流するぞ。这也太远了吧。我らのみこの大軍と戦うは下策。まずは信長様と合流すべきかと。ああ信長も同じことを考えているはず。急ぎ向かうとしよう。连太原雪灾都出来了，好扯哦！これであの人の力を発揮できる。なんだか知らねえが、親父は俺が守る。知るがいい。要素就要掏钱。我没有药了，我药吃光了，我天。没有要命闪，这里还有一个敌将，两个，这里有两个敌将，还有一个敌将，还有一个敌将。在哪里？还有正太不队长，这里过不去。在这里，可是我没有药啦、啊，不行，我要跑路了。不要追过来，我要跑路。救命啊！双塔无双。这一路上敌将很多呢，闪都没恢复，黄血会不会败北啊？而且这附近一直有那个正太局队长的声音。敌に情けはかけぬ。悔しいな。我觉得应该要先跑路。あなたの輝き、何よりまばゆい。我觉得应该要先跑路。等下看到敌将就上装。先は賭けぬ。何人も止められぬと知る。敵将。那边有饭可以吃。打ち取ったり。叶う相手ではなかったか。我应该没有办法去镇压队长，没有那个本事。打てるがいい。这条路确实是明治军的那个本营，在本传里面的位置，就是一整排都是明治军的将领这样。苍真，可是这里有个寨啊，打一下就红血。
情けはかけぬ。敵将打ち取ったり。我应该。我应该是没有余力去解决。先解决弱者三小，你这样对得起你身为军神的。可是我一直觉得我快挂了，我不是很敢打。よくぞ持ちこたえてくれた。この明智十兵衛光秀が来たからには。你的介绍还是一样啰嗦。さっさと切り抜けるぞ。いざ参る。いざ参る。你是赵子龙哦。信太郎様が危うい。お誘いせねば。信忠様に続け。你是唐三赵子龙，有饭吃。有一个敌将在三本看住，光秀应该要到这边来，但是沿路上可以解决的将很多，敌将很多，我觉得敌将最好是都打死，不要留一个不留。三本看住呢？这个债我弄干净了。これは見事なお手並み。すぐいい。さっさとかけ。我觉得应该要骑马撞过去。Go。我は無双。すべてを壊し尽くす魔王よ。像这条路基本上干净了。哇靠，这傻小。有饭吃。在里面通常是有饭吃的。第六天魔王的尊严我看是不存在了，因为我刚刚被碰一下就立刻红血了。设定方针吧，这是农机吗？又被打。我看一下农机现在血剩多少，不容易啊。对，阿里。哦，这也是武田家的，这也全部都是武田家的。被隔住了。お見事にございますな。又被隔住，好烦哦！救命，这太烦了吧！
上面还有两个敌将。这里有一个桶，可以拿那个三格无双。下面还有两个敌将。是这条路上吗？这个寨里面。要是个。今はとにかく味方の救援を急がねば。这是怎么触发的？阿巴梅鲁莫诺克，我马里亚斯。悔しい。ここまでか。ここまでかしら。救援トン。救援トン。返してみる。阿巴梅鲁莫诺克。我先切一下，设定方针。ここは飛行機あるまい。弓兵を出せ。寺の中央を抑えて、矢の雨を降らせよ。三破陣。敵に情けはかけぬ。もしかかなう相手ではなかったか。这里有饭吃，这里有饭吃，这里有饭吃。有饭吃，有饭吃，有饭吃，有饭吃。这里的武将真是太多了。敵に情けはかけぬ。かなう相手ではなかったか。人間のことを火の元し、罪に細かい策などいらぬ。攻めに攻めよう。敵の意地を未だ衰えぬ。ここは正念場よ。正念場。で、ある。押し返せ。弱い者を真っ先に狙う。在哪边的敌兵？常に聖堂を掲げる上杉の戦とも思えない。信長の行く道を邪魔するなら、王者であろうと切り伏せるのみ。十兵衛がたけておる。一緒だ。ならば俺も奮起せねばなるまい。味方の足を引っ張ることになろうとは。ここからは必ずや父上のお役に立たねば。怖そう。問題は、しつこく化け続けておるな。王者がよみがえるはずもない。だとすれば、何者が来る。该不会是白帝山太夫吧？必ず暴いてくれよ。農機人呢？農機人呢？農機人呢？よし、弓兵を倒してまた。我是来救农机的，我是来救农机的，农机快死了。农机快死掉了。有箱子，开一下。
返した。一瞬だ。それまで。不行，我。俺の刃から逃れられると思うな。敵将、切り伏せと。龙肌哦，快死了！我的刃子から逃れられると思う。可是龙肌又快死了，怎么办？敌を押し返し。みんなよくやった。攻めきれぬか。可是龙肌又快死了，怎么办？不可ざることにやまんず。可是农机又快要死掉了，农机人呢？承知、承知。我知った。受けてばかりでは拉致が明かる。公正に転じよ。内傷を打ち取るのだ。うつけの分際で、この吉本を打とうてが、笑わせるでないわ。開門。吉本を気取ってるみたいだけど、やっぱりどこか違うわね。誰なのかしら。这是白帝山太子搞的。静かに戦えば、奴らの正体も明らかになろう。助けに来て助けられるとは情けなし。さらに奮起せねば。这边吗？哇靠！情がいい。情けはかけぬ。情がいい。情けはかけぬ。跑了跑了跑了，不管啊，他出てくる。消えてはまた現れるとは。この世のものではないのか。織田勢が翻弄されている今が好機。炎に巻かれて死ぬがいい。要烧本能寺。我看一下履历，细作头目在这一区。待てな。他にも敵が潜んでいたようね。このやり口、どこぞの忍びの仕業であろうな。正太古队长，你个孙！
奇怪，我找不到那个细作头目有饭吃。何人も止められぬと知る。我找不到那个细作头目啊。这是中央桥。在区域他会一直损血，要一直狂嗑饭才行。奇怪，这条这路是怎样？死路不通啊！死路不通哎、欸，没有办法过去。何人も止められぬと知る。饭吃，这里就脱离火灾区域了。何人も止められぬと知る。这个寨应该是在这边。金川家，金川家，这个是金川家，绿色的金川家。一员工。这一次没有上一次强。他们是多么用武器可能都得去了。那是给我看看。要从上面走。我先吃饭再说。要是个米兹希德，米兹希德发生什么事？好可怕哦！救命！である。何人も止められぬと知る。全て壊そう。俺の刃から逃れられると思う。米兹希德这边是发生什么事？太可怕了吧！还是因为火灾的关系啊。ご無事でございますか。先で壊す返事を聞きつけまかり越しましたぞ。困りますな。かの亡者殿は忍びが幻をまとった姿、術を操る者を始末すれば片付きましょう。おう、先で大義である。大術を操る者を討ち取る。茶番を終わらせよ。茶番闹剧。忍びが相手なら俺の出番だ。仲間を使って術を操るやつを探してみるよ。何度やっても同じこと。何
欸，四郎狂奔怎样？什么鬼画面？四郎狂奔，而且他因为待在火烧区的关系，他血很少。然后待在火场啊，很危险的。有米黑台球，但是还是迫不得已再次进入火场。可能是二楼 ，OK。但是有米黑台球还是要杀掉啊。哇靠！这边怎样全明星？这边这个全明星有点好笑。明星画面有点好笑。妖术哥，这样会死，不行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 ，要跑要跑要跑！我不想败北，而且我必须要离开火场才行，不然的话他会继续损血，我会挂掉。要离开火场，要离开火场，要离开火场，要到没有火的地方去才行。对，要到没有火的地方去。いたぞ！あの忍びを撃てば術は解ける。干，千心为什么会跑到这边来？好扯哦！近寄るな！加一，我万一死掉怎么办？我已经没有饭可以吃了。他怎么还追过来的呀？万一死掉怎么办？而且光秀因为待在火场里面，他现在也很危险，他会一直损血。这附近也没有饭，有饭可以吃，有饭可以吃。但是血依然超级红，红到爆。我觉得信长就是待命好了。術の具合がおかしいの。さては見破られたか。奴らの術が弱まっているんだ。今なら打ち取れるかもしれん。すべて壊そう。あそこにも敵の忍びが潜んでるぞ。見えた。気づかれたか。仕方ない。相手になってやろう。我吃个饭，勿扰。不行啊，因为在火场里面的关系，血一直掉。哎，我看本能是。押されておるか。
没被被烧的时候比没被烧的时候多。赶快出去吧，这里是火场，很危险的。他给他信件，他呢？信长回。劳动模范啊，这个拔出 PTSD 来了。承知。
切に力を及ぼすか。朝日は賭けに。可是真正的天性怎么会讲出这种话？真正的千信才不会讲出这样子的话。果然又是他无聊，又是他无聊。无聊哎你。桃地三代吉本信天信，我らケツブスたちをもてあそんだ報い、受けてもらおう。勝利条件変更。まさか。承知。まさかは神だ。武田上杉。こいつもこいつも武士の道理を押し付けるバカ野郎どもだった。この俺が全部ぶち壊してやろうってんだよ。己の道理を押し付けているのはお前とて同じではないのか。三代これは単なる座教にすぎない。次はもっと大らかにだぞ。楽しみにしてな。这也叫真本能事得了吧。急ぎ体制を整えねばなるまい。奴がどうでようと罪で必ず決着をつけて。这也叫真本能事。不行，我觉得 IF 下面的剧情真的很烂。背中哦，这个时候秀吉跑去打毛利了。是啊，后面他们还谈条件，足利。敌本陣には足利の門が翻っているとか。義明か。今日追われた後、毛利を頼ったとは聞いていたが。足利将軍家の再興を大義に掲げて毛利が上洛戦を始めたというわけ。まさか桃地が言っていた大掛かりな戦とはこのことでは。とすれば秀吉だけではどうにもなるまい。这个真本能是真的很茶番。動ける兵をまとめておけ。わかった、出立を急ごう。
看一下现在想说这里是禁播的。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。毎度ありがとうございます。ありがとうございました。一众豪杰，这是不是也禁止直播？果然，这一关也是禁播的。信長のもとに秀吉からの救援要請が届く。这一关也禁播。越中で毛利勢と対峙していた秀吉の前に、武郎の将軍足利義昭を総大将とする。其实我觉得这是丝绸啊。蔡公軍が襲来したと。我觉得这是丝绸。援軍要請を受けた信長はすぐに準備に取り掛かったが、敵の勢いに押された秀吉は前線を放棄して後退。秀吉は山崎に布陣して敵の進軍を必死に食い止めるも、突破されるのは時間の問題であった。天下一新。陣容はつかめたか。主力は毛利、それに最下衆もで、敵本陣にいるのは将軍様だな。これが桃地の企てなら、どこか伊賀人も潜んでいるはずね。うん、これまでにない厳しい戦になるだろうが、食い止めねば今日を奪われることになろう。勝たねば俺たちは終わりだな。だが勝てば一気に天下を引き寄せられ。みんな行くぞ。この一戦で乱世を終わらせてやろう。足利一招战主将，他何德何能？足利一招战主将，何德何能？哦，真的好辣，我要搞饮料喝。好辣，好辣，好辣！太辣了，太辣了，真的好好吃。我在猜这一关可能是最后一关耶，因为天下一新了。
烤辣好好吃。我看一下，有谁可以选？就这几个家伙，那当然是选信长啊。靠北，我选错人，不行不行不行，这会被打死。返回返回返回，我会被打死，我会被活活打死，绝对不可以，我选错人，被活活打死。是被活活打死。乱世の小通り、信長の道は俺が切り開く。活活被打死。啊，我知道为什么了，因为这不是他的得意武器，他的得意武器是刀跟大太刀。所以我觉得应该要带得意武器。要带得意武器才行。敵の兵数、これほどとは。いるんではいられぬ。急ぎ秀吉らの救援に向かえ。この日に旧将軍家も潰しておかれば、逃がさん。展開し、必ずやなしてみせよう。救援には向かわせぬ。足止めか。急ぎ片付けねば、秀吉が危うかろう。失せるがいい。私たちも加勢するよ、兄様。秀吉たちが危ういようだ。大家都好开朗，我在 IF 里面。この戦、秀吉をはじめ皆の力が必要だ。俺や十兵衛が前線にて統率せねばなるまい。其他门也还没开。奴らに救援させるな。急ぎ秀吉を撃て。どうした？空手が来たみたいだよ。あっちにも対応しないとまずいかも。承知。長様が必ずオイラたちを救ってくれる。不是来了吗？在那边。忙要死要活的。情けはかけぬ。敵に情けはかけぬ。フルはなんだか。上様の命を狙う知れ者と申すか。織田を寄せ。富冈中兵卫，承知。つけるでないぞ。いやはや。三渊还活着、啊。三渊居然还活着、啊。あ、助かった。じゃあ、こっからまたやったのか。秀吉は助かったか。少しは役に立てたみたいだ。何よりだ。よし、気を引き締めて本陣の守りを固めておくぞ。どうした？逃がさん。不行。我闪跟。
为了正太国队长。敵将討ち取ったり。ここは引こうかあるまい。哇，好多紫衣人呢。私も続きます。吃饭，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 吃饭很重要。我走错路了。何人とも止められぬと知る。敌将呢？在外面吗？三元。魔力。身のほど知らずね。これより先には進ませぬ。我が命に変えても、上様はお守りいたす。哦，因为这条线里面，农机没有死，所以三元也没有死。反正就是世界线有变动了，还活着呢。敌将、切り伏せた。耐え切れ、聞かせてもらう。ずいぶん張り切っているようね。ヨシアキ倒します。ヨシアキ倒します。に低き悪族共重なる牢石許してはおけぬ。天下を新しく作り直す。それは将軍家とて例外ではない。ヨガ勢が足肌を狙っている。奴らの背後をついてやれ。天王山居然是这个，居然是这个地图哦！天王山。天下一心，阻ませせば千年。この地にて十万。勝利条件変更。我看一下敌将，生太夫门还关着，杂贺门也还关着，一招在这边，灰原在这边，元春在这边，明户隆家、熊谷信子。孙六门都还关着，门都还关着，先不用去想。优西亚提只是一个炮灰，真正的主谋者是那些把他放在最前面的人。
谁骗你的？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 将軍様が先に倒れちまった。誰骗你的？誰骗你的？関係ねえ。どうせこの戦は止まらねえよ。可是没有地方开门呢。やはり義明を撃っても終わらないか。ならば俺も最後まで戦い抜く。没有地方开门呢。義明様のご無念は我ら毛利が晴らす。你这个连无双极意的图都没有的男人，哇，陆剑，是他是对付毛利专业户，这倒是真的。我的露露，我的小露露，我的小露露，我爱我的露，我爱我的露。再开始呢，我他，やつら折れましたが、没关系，我来单挑。松永久秀で警察より帰還いたした。耳寄りな情報を仕入れてまいりました。九州这一次是坚定的跟织田军站在一起了。这个颜色很明显。这个，这怎么会合？我看一下，所有武将，九州，九州在很上面呢。这个要开门才会合得了。特种兵，特种兵，特种兵。死ぬわけにはいかねえ。毛利には悪いが、一旦引かせてもらう。那这样的话会开门吗？这样会开门吗？这样会开门吗？最下衆をやっつけたぜ。これで鉛に釣られたれる心配はなくなったかな。这样会开门吗？任務を果たせ。行くぞ。我看一下，我看一下地图。有点困扰。哎，我觉得光秀不可以这样跑来跑去，光秀要待命，因为一定会开门。这里信长一个人打就好了，都是老人呢，有什么要打的？有没有人像？信長様、お見事です。見せるがいい。ここは引こうかあるまい。打个五千 combo 比较，我觉得打五千比较保险，打越多越好。对我方守将有好处。打死越多，对我方守将越好。不是啊，要怎么汇合？设定方针。哦，这样绕。原来是要这样绕。
combo 没了。灰原的站应该是关着的。私が確保いたしました。さあ、モモチメを倒しに参りましょうぞ。開門。承知。那是一个洞吗？是，那是一个不能进去的洞。感謝する。ひさひでと。モモチは必ずや倒されば。附近我觉得已经清的几乎很干净了。有吃的。像这块地也是我们的了。不知道是毛利的吗？还是那谁的驻扎队长呢？是毛利的吗？要擦干净。看起来差不多了。哇靠，这区差小。谁的家伙欸？怎么看不出来？橘色的，这里是出兵点吗？我觉得我好像走错路欸，看啊！我的刃から逃れられると思う。长那么像西湖啊，靠腰，这地方长太像西湖了吧。这地方长太像西湖了吧，云光光欸，真的超像，这地方长跟西湖简直一模模一样样，而且还更有古代的感觉欸，我
觉得现代西湖不要去了，就玩游戏观光一下就好了，真的。信中怎么了？信中在哪里？在这边。可是这里已经有三个守将了，已经有两个守将了，然后他还能够。他是不是因为他的命本来就已经剩下很少？是因为他体力已经过半了。敵将討ち取ったり。ここは非効果あるまい。あなたの輝き、何よりまばゆい。龙鸡怎么一直跟着啊？万一死掉怎么办？杂贺屠杀，这个是一定要的是吧？拠点を奪ったようだ。可是天王山天王山的门没开，上不去啊。道を抑えたと言っていたはずだ。ささか分が悪い。今こそ攻撃。昇竜寺城を制圧せよ。やってくれたな、毛利め。ともかく今は敵を切り伏せねば。勝利条件変更。開門。さて、これよりわしが前線の指揮を。老头还没死啊。反正这个门是不会开了。そんなバカ。
や。でも返してみ、一応確かめに行くか。反正这个门是不可能开的。尋常に勝負いたせ。見せるがいい。情けはかけぬ。何人も止められぬと知る。敵将打ち取ったり。其实九秀只要解释说。他觉得他确实确保了，但是他被算计了，这样就好，没有人会怪他的。反正我是非常喜欢九秀。是我就不会想怪他。久秀のことは捨ておけぬ。今は三太夫のもとへ進軍するほかあるまい。じいさん、なんでここに。あんたは俺が倒したはずだ。何、彼岸はちと退屈でな。他又来猎鹿，干有病吧？他对山中鹿界的爱好已经到达一种狂热。わしがいる限り毛利は通れない。そうだよ。有点无聊了，猎猎鹿啊，我自己钓哦。有点无聊，出来猎猎鹿啊，我自己钓哦。我的役目はここまで。最後に元田利子を演じられて楽しかったね。影武者がやられたか。この策は失敗だ。なんて言ったの。なかなかやるじゃないか。あいつはやっぱり偽物だったか。是没错，你说的对。じいさんはもっと強かった。真的，那个时候在逃离伪装城，那个时候真的啊，我觉得 IF 片就是充满了各式各样的感慨。これより加勢いたします。爱抚片充满的感慨太多了。思いのほか早い到着。興奮を急いだ。あるいは。不要怀疑他好不好？不要怀疑他，不要怀疑他。天王山顶哎。時を費やすなど惜しい。嘴巴上这样说，还是亲自跑过来的。やはり来ました。オーダーを打ち払ってみせます。この時を待っておりました。我が理想のため、消えよ、オーダーの異物だわ。道を開けてしてくれ。他前面被他打假的，是不是？落ちたもの。后面的剧情。啊，茶番，真是茶番。また後で遊ぼうぜ。
で始末しておきたかったが、敵はもういい。他们还会有对话，好可爱哦！我的天哪！我真的觉得，你看像头西米子啊，那么忠心，可是。跟陆介比起来，光秀好像就是比较需要陆介，而不是立山，真的惨。影武者啊！制さねばならぬ。大絶の支度を急げ。よし来た。俺と権六殿に任せとけな。一直決まるぜ。大絶の支度はちっとばかし手間がかかる。俺が未来を願いたい女。この砦は毛利の要所。押さえたことで奴らの動きを少しは止められるだろう。承知、俺たちが止めるしかねえよ。大鉄の支度を邪魔させてはならん。早急に最下衆を撃退せよ。この勢いで叩き潰してくれる。
他门不会开啊，他门又不会开，他门又不开。他门不开啊，门不开也没用啊。看我的手机电量还有56%。俺たちにできるのはここまでだ。引くぜ。よし、邪魔する奴らは片付いたな。砲術もそろそろ準備できそうだ。な、砲撃？これはさすがに想定外だ。哦，这样子的话，他们就算把门关着也可以打。原来如此。毛利は砲撃にひるんでいる。今が好機だ。昇竜寺城を奪い返す。皆進軍せよ。おため。で、ある。昇竜寺城を奪い返すつもりか。そうはさせるか。奴らを打ち払え。所以最终的敌人果然是毛利。亚斯克，嗨！逼他们开门呢、啊？门不开就逼你开喽。总算还是有一场跟毛利的大战，太好了。不然的话也是多少有点，就是以现场的野望来说，就是有缺憾。我靠，他们小兵搓起来这么疼，认真。问题是没砍到啊。闪击再华丽，没砍到敌将有屁用啊！被隔住。还有两条呢。在。哇靠！我自己在大混战。现在大混战，妖蛇。有射到正太古队长，射正太古队长比射谁都重要。他可以射不到其他人，但是一定要射到正太古队长。奇怪，这个炮击不会伤到友军的吗？
見せたわ。もうよかろう。いいぞ光秀、それこそ俺の相棒だ。俺の相棒、奇怪找不到，是这吗？火雨冲凉，他哪那么强？打，不是打那么久，他哪那么强？あとは城内を残すのみ。壊そう。何が天下一心だ。武士の世はこの俺が終わらせてやるよ。你觉得地图那么熟？ついにここまで来たね。勝利の徒はなる繁栄のため。ここで死んでもらおう。为什么到处都没有饭可以吃？長きにわたる因縁に今こそ引導を渡してくれる。这个地图真的很眼熟。太强了，真的，马是最强的。父上、託された未来があるんだ。こんなところで倒れてたまるか。我没有无双了，可惜。不然继续用马碾他，真的。很危险，很危险，先跑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 。这太危险了。有饭可以吃，有饭可以吃，先吃饭。没有酒了，我就用马一直碾他，超强。他霸体了，他霸体了，他霸体啊！让我跑一下，让我跑一下，让我跑一下。幸好我准备了三条丸子。他霸体了，我吓到了，真的。现场救一下，拜托！现场救一下，拜托！现场救一下，拜托！我天，我药都吃光了。真正难打的居然是白帝耶。切信长吧，我觉得光秀打起来有点吃力，我是讲真的。为什么最后的 BOSS 是白帝三太夫啊？秀喜。信长还是比光秀强，这是真的，因为他们等级一样嘛，用的也都是得意，也都是 S， 宝石我都装差不多的，信长就比较强啊，是真的事实。再放一次无双就赢了，真的，确实信长比较强。可以看过场，可以看过场了。宋永久秀到后面还继续帮白帝三太夫，他前面被打，他是怎样被打爽的？你情我愿。这
这剧情略显弱智。你情我愿的吗？那一定是个梦了。那一定是如入一如电，如梦幻泡影，革新天下。信长的野望番外，革新天下。長い道のりだったが、ついに大志を遂げることができたら、信長。いいや、まだ道半ばよ。これから。この天下を一新せねばならん。十兵衛にもまだまだ働いてもらうぞ。应该说魔王不需要钝掉刀，继续 PUA 他。なあ、望むところだ。この平穏に甘んじ生倉になり下がらず、魔王不需要钝掉刀，刃を研ぎ澄ませておこう。PUA。最后两个人一起过着，マシノキ希望はこれからも守り続ける。这算快乐的童话吧？それこそ王子跟公主永远在一起，过着幸福快乐的日子。使命だろ。守ってみせるさ。永遠にな。で、あるな。である。谁都没有死，真是太好了呢！耶耶，要可能要跑第三个结局了，我就知道，我就知道跑第三个结局了，我就知道。那这样我三种结局都收集到了。天下一心，秀吉好可爱哦。哦，这个结局的图有够美的。真结局，天下一心，信长的野望。到底为什么白帝山太不是大魔王？好烦！其实好烦这个设定，有个白痴的，有个弱智。哎，不过开心就好了，真的。我的露露，我的露露。为什么要连本传那些令人悲伤的事情都拍出来？好好笑！平蜘蛛啊，我的平蜘蛛！九秀真的是被 PUA 习惯了耶，烦死！到最后还继续跟白帝山太不合作，他是脑子有病吗？他？我觉得有时候编剧就把一些角色写得特别弱智。
不要以光秀死这一段作为结尾好吗？我不想看，真的。大家都活着该有多好。放生月毛，放生月毛。今晚的調子はいかがですか？放生月毛，放生月毛。放生月毛，好可爱哦！新的毛。またお世話させてくださいね。我很遗憾的表示，这个游戏我已经全破了。我必须很遗憾的表示这一点。哎，新的奖杯，君神同行哈。